始まりました。メキポンの日々有休ということでね、久しぶりに私の冷凍庫事情を紹介していきたいと思います。じゃんということで、まあ、上はこんな感じで結構ね寂しい感じです。保冷剤とかはメイクする前とか、あと化粧水する前とかになんか肌冷やすためにこれ使ってます。ティッシュとかね、ちょっとタオルとか巻いて肌冷やしてます。で氷、まあ、私水しか飲まないんですけど、氷入れて水飲むっていう感じか常温で飲んでるんですけど、この時期氷バリ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 食べたい時期なので氷はたんまり作っとこうと思って最近ちょっと水を切らさずに作ってます。そしてこちらジンジャーエール、これすごいねリップでいただいたんですけど、めちゃくちゃ美味しいっていう風に聞いたんですが、ちょっとねまだ食べてないんですよね。ラムネ入り、これは1ヶ月前とかに買ったのかな。もう店頭にはあまりないイメージです。じゃん、ほうじ茶ラテ、これ最近発売されたやつですね。いやーこれねちょっと美味しそうだなって思って買ったんですけど、まだ食べるタイミングを失っていつ食べようかなって感じです。そしてパピコ、ノーマルパピコはいつ食べても美味しい。はい、そしてこちらじゃじゃーんということで、こちらが現在の私の冷凍庫です。ということでちょっと紹介していきたいと思います。こちら今年も発売されましたね、パピコのホワイトサワー。いやー嬉しい。これ去年すごくハマったので、今日ちょっとコンビニ行ったらちょうど発売しました。なので結構たくさん買ってきました。いやー美味しそう。そしてねチョコミントが美味しい時期になってきましたよ。こちらこれね、まあ、毎年恒例なんですけど、クランキーのチョコミン、チョコチップミント。これも美味しい。そして、こちら。ジャイアントコーンのチョコミント。これもね、すごい美味しい。そして、こちら。フルーツヨーグルト。ちょっと、静かにしてください。今撮影中です。はい。はい、こちらね。これすごく美味しかった。これも果肉が入っていて、4種類のフルーツがね。入っていてすごい美味しい。ヨーグルト味ということでね、めちゃくちゃ食べやすかったです。爽やか。そしてこちら、私山梨出身なんですけど、まあ、桃結構ね山梨は出荷しているんですけど、おばあちゃん家で嗅ぐ桃の匂いがこの開けた瞬間にふわーっと香ってね、そう、これ幸せになれる桃。こちらアイスの実、あと桃のタイプ、もう一つ。これ、アイスボックスの白桃、果汁 80% なので、これも開けた瞬間にすっごい幸せになれます。これすごい爽やかで美味しい。爽やかね、好き。そして、これですね。これ、セカバ。なんかとコラボしてるね。漫画かな。そして、こちらも、まあ、去年もね、あったんですけども、こちらも買ってみました。これもすごい食べやすくて。ね、スーパーで見つけたんです。これ、スーパーであったの。そう、ザ・クレープ。私も大好きなね。アマゾンで頼もうと思ったらもう売ってなかったんですよね。そう、だからちょっと、また売ってくれるのを私は心待ちにしています。ジャイアントコーンと、あとパピコ、大人メロンね。これ大人のやつね。このぐらいか。このぐらいだ。そうそう。で、これもレビューしたやつですね。こちら、カルピスアイスバーリンゴですね。これも美味しかった。うん。全体的に今は爽やかなものが食べたい気分なので、こんな感じです。夏ですね。